こんにちは、言葉のファンタジスタ、まゆみです。私の部屋へようこそ。ちょっと急遽今夜やってるんで、ちょっと暗くてすいません。一つ今日のテーマは何かと言いますと、採用不採用は自分で決める、採用不採用は自分の心が決めるというお話です。これはどういう意味かっていうと、例えば国会だっていろんな、提案があって、採用不採用っていうことを決めて、そしてそれが、国の法律になったり、決まり事になっていくわけじゃないですか。それと同じように自分自身がもう国だと思って、採用するのか不採用かっていうのを決めるのは自分なんですよ。で、その何を指針にするかっていうと、自分がいい気分になるか不安になるのか、どっちか。不安になるならそれは不採用、いい気持ちになって、なんかいい気分になるんだったらそれを採用っていう風にすると、自分の望みや自分の望んだ好きなこととか自分の幸せっていうものに近づいてきますよというお話でした。では参考にしてみてくださいね。今日のお話は、採用不採用は自分自身で決める、そして自分がどちらかを選ぶか、その採用不採用を決める、指針としては、自分がいい気持ちになるか、広がった感じになるか、安心するかとなったら採用してするという風にして意見も取り入れてみてください。どんなに偉い人が言ったとしても、どんなにすごい人が言ったとしても、それが、なんか違うなって思ったら取り入れないということをやるんですね。自分がイエスと思ったら取り入れるっていう風にやることで、自分が確固たるものができてきますので、それでやってみてくださいね。それでは以上です。アディオス。